皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の歴史、応仁の乱と戦国大名についてお話しします。応仁の乱というのは室町時代の後期に起こった、ね、10年以上続いた争いのことですね。ではまずその応仁の乱の原因についてお話しします。応仁の乱の原因、まずこの時の将軍、足利義政という人でした。銀閣を建てた人ですね。この足利義政、この人は10歳で亡くなった兄の後を継いで将軍になります。幕府の政治というのは基本的に将軍がやるはずですけれど、実際には、ね、官吏とか有力な守護大名がやっていたので、将軍は押さなくても問題なかったんですね。このため義政、この人は大人になっても成人してからも政治をする力もなく、政治をする気持ちもありませんでした。この義政には男の子がなかったので、後継ぎを弟の義見にする、ね、このように決めました。ところが後継ぎを決めた後、妻の日野富子との間に男子が生まれます。これ義久という名前なんですけれど、子供が生まれると日野富子、自分の息子を将軍にしたいと考えました。そこで気が強くて夫の義政の意見を聞かなかったこの富子、義久を後継者、ね、このように決めました。この後継者争いに官吏を務める三家のうち芝、畠山、この相続争いが絡んで1467年に応仁の乱が始まりました。義見の方は東軍で、この東軍の大将は細川勝元という人、義久の方西軍で、この大将は山名宗全という人でした。でこの応仁の乱が長く続いた理由ですけれど、乱が起きて6年後1473年に義久が将軍になっています。ですからこの将軍の跡目争いというのはここで解決したので、ここで応仁の乱終わってもいいんですけれど、終わらなかったんですね。この時弟の義見は比叡山にもう逃亡していました。これなぜ終わらなかったかというと、この武家社会では下克上の風潮が広がっていて、下の者が上の者の命令に従わないで勢力争いを続けていたからです。このようにしてこの応仁の乱は1477年まで続きました。下克上というのは下の者が上の者を倒して、ね、上にのし上がっていく、こういうことなんですけれど、もっと簡単に言ったら、ね、家来だった人がこの主人だった人を倒しちゃって自分が主人になると、ね、その権利を取ると、こういうことなんですね。これが下克上、こういう風潮が広がっていたので、自分が上に行こう上に行こうと言って勢力争いをして、ずっと長く続いちゃったというわけです。そういう中で戦国大名が登場してきます。この応仁の乱で守護が国を離れている間に、地元に残った守護大、いや国人と呼ばれる人が力を持つようになります。そしてこの守護大や国人が守護から領主の地位を奪って戦国大名になっていきました。守護大というのは地元に残って守護の代わりを務めた人です。国人は前にも説明しましたけれど、地侍という人を家来にしていた武士のことですね。こういう人たちが力を持って戦国大名になっていった、こういうことです。戦国時代最初の頃は争いばかりですね。戦国時代ずっと争いなんですけどね、争いばかり。そうすると最初の頃の城というのは山の上の方に立っていました。戦うのに有利なように山の上に立っています。でも山の上に住むというのは不便ですよね。ですから戦いがない時には山のふもと、そこに館を建てて住んで、
戦いとなると山城に登ってそこで戦ったということなんです。でも戦い方、鉄砲などが入ってきて変わってきます、ね、鉄砲とか足軽を中心の戦い方に変化すると、今度城を平地に移していきます。そして平地に建てた城の周りに家臣を住まわせて、商人や職人もその城下に集めました。こうやってできた町を城下町、このように言いますね。そして国を治めるための規則として文国法、こういうものを決めます。文国法は、家来に、ね、主人がやられると困るので、家来にこういうことはするな、こういうことしちゃいけないというね、家来が上に登ってこないようにするような規則、それ文国法という規則を定めました。そして戦国大名のところではあまり出てこないんですけど、教科書にも出てこないんですけど、戦国大名治水とか灌漑工事にも力を入れています。治水というのは、例えば大水なんかが出ると川が氾濫して田畑ダメになっちゃいますよね。ですから川が氾濫しないように堤防をしっかり作ったり、灌漑というのは、水がないところに水を引く施設ですね。そういう工事などにも力を入れて米の生産、これが増えるように努力しています。なぜかというと、米の生産が増えるということは年貢が増える、自分が豊かになると、そのために治水灌漑にも力を入れたということなんですね。今回は応仁の乱と戦国大名についてお話ししました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ここで赤い線が引いてある部分、テストに出やすい部分なので、ぜひチェックしておいてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。